想像してみてください。例えばレンタルオフィスに国会が入っていたとして、その建物のオーナーである多国籍企業が環境保護を強化する法案に反対だからといって、国会議員にその法案への投票を禁止したらどうなるでしょう。あるいはその多国籍企業が議会の座席数を増やすことを許可しなかったら、国会議員が議場に入りきらず道に溢れ出てしまいます。その一方で、国会のそばではできて半年しか経っていないような公営のジムがもう取り壊されています。その跡地には莫大な資金を投じて似たようなジムが建設されます。新旧2つのジムの違いといえば、ストリートバスケットボールのコートが追加されたことくらいです。一方で市役所は裏口が破られており、市民の個人情報が載っている書類や銀行の情報から医療情報までが毎晩のように盗み出されています。そんな状況であっても誰も裏口を修理できません。なぜなら市役所の裏口を調査して修理することは法令に違反するからです。普通はありえない話に聞こえますが、政府がいつも利用しているソフトウェアなどのデジタルインフラについてはこれと同じことが発生しています。そんなことが発生してしまうのは、そのソフトウェアがどこかの企業や団体の所有物だからです。誰かが所有するということは高いライセンス料が発生する上に、利用可能期間の制限や何らかの制約をかけられる場合もあります。公共のインフラであるにもかかわらず、私たちは自由に利用することを許されていないのです。またそういったソフトウェアのソースコードは機密保持の対象となります。つまりそれは脆弱性やバックドアの調査を難しくさせるだけでなく、それが違法行為になることを意味します。行政はもっとそのあたりをうまくやれるはずです。もし公費で開発されたソフトウェアが無料かつオープンソースになれば、まさに公共のインフラとして好きなだけそれを利用することができ、私たち自身で修理したりリフォームしたり、それを使う人のニーズに合わせて機能を強化したりできます。フリーソフトウェアかつオープンソースであるということは、つまり設計図が公開されているということです。これによりセキュリティホールの発見と修正が非常に容易になります。一度実用的で堅牢なソフトウェアが完成すれば、そのソースコードを共有することで他の行政機関も簡単に作ることができ、国内のみならず世界中で再利用することができるでしょう。その号令がフィックスマイストリートです。それはイギリスで開発されたもので、例えば近所の道路にできたくぼみについて報告や議論ができる無料のソフトウェアです。それは今や全世界で使われており、世界中で役に立っています。開発される新機能や改善は世界中に共有されます。もしも公費で開発される全てのソフトウェアがそのようになったら、むしろ自分たちがそのソフトウェアをどのようにサポートできるかを考えるようになるでしょう。そして私たちはみんなのために何ができるかだけを考えればいいのです。もしあなたがデジタルインフラの未来を放っておけないのであれば、この動画をシェアすることで活動を支援してください。そして publiccode.eu もぜひご覧ください。今こそ声を上げましょう。パブリックマネー、パブリックコード。